こいい兄ちゃんたち知ってる？サトシ君何ですか？昔、はいはいはい、僕たちの子供の頃、ね、はい、夢のまずはヤンガボーイの時に爪を、うん、それこそじゃあヒロシ君がいたしましょう、はいはい、ヒロシ君たちがいるわけでちょっとまあお仲間たちが、うん、なんて呼んでた？あ、僕のことですか？の連れのこと、連れのこと、うん、フレンドのこと、ちっちゃいの、そうっすね、まあちゃん付けが多いですよね。ああ、そうだね、複数形っていうか、うん、総称してなんて言うか、あ、友達のことをね、イエス、いやもう普通じゃ友達じゃないですか。マジで？うん、友達です。スレ？スレか。あ、ヤンガーボーイズの時は言わないですかね。言ってないでしょ。うん、今はね、それこそね総称してお友達っていうのよ。まあ、今の子供、あのね、それこそほらほら、例えばここに来るでしょ、サウンドウェイ、ほらほら、何々ちゃん、お友達がいっぱいいるよって言うんです。あ、はい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 、言いますね。言いました？ヤンガーボーイズの時。僕がですか？僕は言わないですよ。言わないでしょ、うん、これ最近の風潮でね、僕はどうかと思ってるの、はあ、正直。まあでも綺麗でいいんじゃないですか。友達ちゃうやん。知らんやん、まあ、そうですね。で、言わばね、そんな熱くなることもないんでしょうけれども。だってね、じゃあみんなはみんな友達と思ってしまうとですよ、もしおじいちゃんが子供のふりをしてみてごらんなさい、そしてそのおじいちゃんがよからぬことを企んでいたとしてごらんなさいよ、はいはいはい、こんなの連れてかれますよ。あ、なるほど、わかります。あ、バリアをこう張らないでいてしまうかもしれないんですよ。騙されてしまう、はいはいはい、ね、だから要するにじゃあどう呼べばいいかというでしょ、うん、やつら、僕はそれを提言しますね。ほうほうほう、やつら、って呼べばいいんです。やつらがいると、うん、ほら、いろんなやつらがいるよと。そう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 、で僕って結構口癖で言うでしょ、やつらって。サトシの子なんかもうやつって呼んでますからね。呼んでますね。呼んでます。長いんですけど、めんどくさいね、名前もね。それがでもね、やつらって結構愛情の表現の人っていう、ワンオブザ愛情表現。あ、ほんなうるせえやつらなんつーもんも、あれだから本当はそれだと僕に言うとうるせえお友達になるんですよ。ダメですね、これ人気出ないですね。おかしいでしょ、うん、お友達っていう呼び方は本当にね、もう変えていきたい。どうかと思う。そのためにだけに選挙出たいぐらいのね。こんなことやったら牧野市長来てもどうなると思うんですけどね。あのね、でもお客さん見てみますと、まずは怪しいよ、なんかカメラマンいるでしょ、そのアロハシャツ着てやなんすよ、ヤクザになりますよね。チンピラですか？恐ろしいことが来ますよ。はっきり言って僕ね、もう怖いんですよ。今すぐにでもね、尻尾前に帰りたいんですよ。でもそんなことを大人はしちゃいけないぞ、はい、よし、はい、さあ、知らないふりをしてですね、はい、次の曲、ブラックデイドリームという曲でございましてですね、これもまあ、ビブラが始まって以来の一番の名作、言われて久しいですよ、久しいですよ、久しいですよということで、はい、ブラックデイドリーム